どうも、スルトです。クリスタルコンフリクトのランク上がってますか今回はクリスタルコンフリクトにおける竜騎士の立ち回りについてです。竜騎士は AOE も強く、高火力ではあるものの、紅の流血による被ダメージの増加によって、脆い側面もあり、扱いが難しい部分も少しあります。そんな竜騎士がどうすればクリスタルコンフリクトで貢献していけるのか、解説していきたいと思います。 それと、この動画を見るにあたって、クリスタルコンフリクト完全ガイドを見ておくと、スムーズに理解できると思うので、よければそちらもチェックしてみてください。では、まず一つ目が、イニシエイト。隆起者はどちらかといえば、あまりイニシエイトには向いていないジョブではありますが、ハイジャンプのレンジがそれなりに長いことと、敵時間が少しあるために、場合によっては、イニシエイトを切ることも有効だったりします。アビリティの使う順番としては、ジャンプ、ポリッドロア、 防御まあ、こういう流れで使っていきますジャンプをして飛び込んで CC をもらったら即活性を使い防御を使って敵のスタンや攻撃を据えるのでおすすめですハイジャンプのレンジは 20m なのであまり深く入りすぎないように敵の動きを見て使いましょう次がターゲティングごちゃごちゃしたクリスタルコンフリクトをやる上では ターゲティングはめちゃくちゃ重要なので、自分が思う有効なターゲット方法を紹介しておきます。有効なターゲットの仕方は5つあります。まず1つ目。順送り、逆送り。まあこれはみんなよく使っているもので、基本的にはこれでターゲットします。2つ目は、一番近い敵をターゲットする方法。 これはターゲットが多く、順送りや逆送りでしっかりターゲットできないケースで有効です。近づいた一番近くの敵をターゲットするので、メレなら近くの敵を攻撃するため、レンジなら近くの敵を解凍するためにうまく使うということが便利で非常に使いやすいものですね。 次に3つ目がフォーカスターゲット。これは自分が狙いたいターゲットがいるけど、まあ敵の奥深くにいて狙えない場合などに、フォーカスに入れておいて近くに来たらフォーカスターゲットでターゲットする。まあそういった形で使うと有効に使えます。4つ目がターゲットリスト。ターゲットリストを使うと何がいいかというと、まあ、正確性が高いことっていうのがあって、他のターゲットの仕方より、このターゲットリストでターゲットすることに基本的に慣れていってもいいかもしれない。 5つ目がマクロ。フォーカスをしたい敵にマークをつけて、マクロを使って、そのマークのついた敵をターゲットするやり方。これは DC によってもつけるマークの種類は違ってくるみたいだけど、参考までに俺が使っているマクロを紹介しておきます。今使っているマクロはこんな感じです。そして次にバースト。バーストは聞き慣れない人もいるかもしれないですが、まあ、要するに DPS のことです。 あえてこう呼んでいるのには理由があって、バーストは1試合を通しての DPS のことではなくて、短い時間でどれだけダメージを出せるのかという部分を意味しています。ほぼ DPS と同じ意味ではあるんだけど、わかりやすく言い換えている形ですね。まず PVE を普段やっていて、PVP を練習している人に知っておいてほしいことといえば、PVP にはオートアタックがないということです。 つまり、例えば、メレーならば、GCD が回っている間、メレーレンジにいなくてもいいということです。だから、余計にバーストを叩き込んで逃げるといったような動きが、時に有効だったりします。では、リュウキシにおけるバーストを説明していきますね。流れとしては、ジャンプで近づいて、ゲールスコグル、で、オーカリオラン、ヘブンスラスト、イルシブで離れて、天竜転生、ナーストレンド。 まあこれが、歴騎士の最もダメージが出る流れです。大事なことは、紅の流血を保持した状態で、天竜とナーストレンドをいかに複数に当てれるかっていうところですね。固まっているタイプのグループ相手なら、うまくやれば、半壊状態まで持っていけます。もう一つ、イルーシブが落ちているパターンなら、どれだけ張り付いて粘って、コンボを打つか。 どれだけナーストレンドを打たずに我慢するかという部分で他の人と差がついてきます。ここら辺を意識すれば DPS が出なかった人も改善されると思うので試してみてください。次が、まあ、結構フォーカスで狙われたりして逃げてその場から離れるとき、はじめにも隆起者脆いと言ったんですが逃げ方の一つのテクニックとして覚えておいた方がいいのは防御からイルーシブの流れです。 特にイニシエイト切った後防御が落ちると狙われる確率はぐんと上がるので防御の効果を切った瞬間イルシボ使いましょうちなみに防御を切るのはタイミングっていうのをこう変えることができるので使った瞬間即使うとか、まあ、そういったことも可能なんでそこら辺のタイミングを遅らせたり早くしたりして、まあ、相手につかませないようにしてやっていくと狙われにくくなりますね まあ,あとは MP が減った状態では適度にスプリントを混ぜて常に逃げることを意識しておくと死亡率は下がります。では次。リミットの使い方流気症リミットはかなり強力なんだけど、リミットはとにかく溜まったら即使いましょう。最も有効なのはクリスタルを運ぼうとクリスタルに入り込んでくる人に対して使う方法で、 オーバータイムに入っていれば、リミットを見て敵がクリスタルから逃げ出して、そのまま勝てるなんてこともあるので、オーバータイムでうまく使えば勝てるんだということも頭には入れておきましょう。隆起士のリミットは使われているということが相手にはっきりとわかるだけに、見せるだけで防御を落とすことができたりと、それだけで有効に立てることが多いため、とにかく積極的に使いましょう。最後に、ホリットロアの使い方。 ホリットラーはオフ GCD なので、まあ、安易に使いがちなんだけど効果的に使うにはフォーカスを食らっていると感じた瞬間や周りの味方が落とされてあ、次に自分が狙われるなっていうそういう瞬間などを狙って使うといいです少し特殊な使い方としては先に紹介したバーストに盛り込むこともありです、まあ、オフ GCD なのでいつでも追加で使うっていう形ですね、まあ、もう一つ使い道としては忍者を炙り出すことができます 忍者側からすればダメージも落とされるし、逃げている時なら致命的になるので、竜騎士としてはうまく使っていくことが求められます。竜騎士はクリスタルコンフリクトではゲームを動かせるだけの力があるし、モロをカバーするだけの機動力も備えているので、ランクを上げていきたい人にはおすすめのジョブです。バフの管理やバーストをうまく当てるのにはコツがいりますが、 慣れれば間違いなく強いので、このリュウキシガイドをぜひ参考にしてみてください。見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ではまた。